今回はスーペラの特別仕様車 RZ マッテホワイトエディションについて紹介していこうと思う。また90スープラについても見ていこうと思う。それでは早速見ていこう。まず新型スープラが発売されたのは2019年5月17日だ。発売当時はトヨタの予想以上に人気で MT 追加などの要望が多かった大成功モデルだ。スープラのかっこよさの秘訣は空力を意識したデザインと高周車の血が流れていることだろう。仙台スープラより走りに特化していて本格スポーツカーとしては大好評だ。また内装も高級感はあるものの走りために設計されていてスポーツカー好きにはたまらない内装のデザインとなっている。ちなみに SZ と RZ は見た目こそ同じだが中身は違うことをご存知だろうか。まず SZ は2リットルツインターボ直列4気筒 FF モデルだが、またこの直4エンジンは197馬力320ニュートンとなっている。それに対し上位グレードの SZR は一気にパワーが引き上げられ直4で258馬力 400N となり、最上位グレードは直6エンジンで380馬力 500N 以上のスペックになる。つまりエントリーグレードはスポーツカー入門という位置づけや JR86 の RC グレードのような改造ベースな車としても人気でアフターパーツも豊富にある。次に90スープラの特徴と仙台スープラとの違いを見ていこうと思う。まず90スープラは BMW との共同開発で完全に0からのスタートだった。プラットフォームから新規開発された90スープラは仙台の80スープラの面影が一切なく、共通点は3リットル直6ツインターボで FR という点だけだ。そんな90スープラはネルブルクリンクを徹底的に走り込み、妥協のない車体作りから始まった。ホイールベース、トレッド、重心位置などどれも走り込んで満足のいく結果になった。また仙台スープラより車体とトレッドがワイドになったことでホイールベースが短くなった。具体的には80スープラと比べ全長が 140mm、 ホイールベースも 80mm 短い。そして全幅は 55mm も広くなっている。 FR なのに2シーターにしたことで設計の自由度が上がり、前後重量配分も午0時50分と理想的な配分にすることができた。その結果90スープラはハイパワーなのにハンドリングの反応性は良く、まさにトヨタのフラグシップとしてふさわしいスポーツカーとなった。この車に乗った全員が魅力されてしまうと言っても過言ではない。ここで90スープラの内装を見ていこう。内装は高級感はあるもののスポーティー感も演出している。シートはフォールド感も良く、コーナリングでも安定し走りに集中しやすくなっている。このツートンの内装は RZ のみだ。センターコンソール付近にはカーボン調のようなものが採用されている。またダッシュボードにはアルカンターラが採用されている。ステアリングは本革巻きとなっていてしっかりステッチもある。またステアリングまでツートンだ。メーターはフルの液晶となっていてスポーティ感がしっかり演出されている。次に90スープラの特別仕様車 RZ マッテホワイトエディションについて解説していこうと思う。トヨタガズーレーシングは2022年7月20日数少ない RZ グレードの MT 車に特別仕様車マッテホワイトエディションを設定した。つまり限定中の限定モデルでたった50台しか販売されない車だ。しかも誰でも買えるわけではなく抽選販売だ。これが買えなかった場合90スープラは RZ グレードのみで、 MT 車が2022年10月頃に発売される予定だ。また RZ グレードはさらに走りに特化した改良が施される。走りのための ABS とアブソーバーの減衰特性を改良し、ロールを抑え込みながらさらに乗り味を向上させ、スタビライザーの特性も変更した。また内装色にタントユーベージュのような内装色が追加された。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。